昼ご飯です。何食べてるの？ラーメン。ラーメンです。何味ですか？醤油？更新できてない？一回切ってもう一回やればいいんです。いいのかな？一回切ってもう一回もうすぐやりますね。おまんは金魚、赤べこです。弟と色違いの。細ちぢれなのか中太ちぢれなのか教えて。これ何なん、何でしょう。中太か細か分かんないです。中太、中太か。福島の赤べこ、福島の赤べこです。爪かわいい。爪、爪伸びてるだけです。何もやってない。やりたいんですけど、やろうかな後で。
ラーメンの具はないです。ラーメンだけ。もしかして自分で作ったんですか？ママが作りました。まっちゃんの箸の持ち方ちょっと独特だね。バレちゃった。箸の持ち方が上手ではないんですよ。下手っぴなんです。赤べこの丼かわいい。なんかこれ多分ばあちゃんが買ってきてくれたのかな。じいちゃんとばあちゃんが私と弟に買ってきてくれました。ラーメンとかの時は毎回これです。味変とかする？胡椒とか七味とか。胡椒はたまに、本当にたまに入れたりするぐらい、あんまりしないですね。そういうのにかけたりしないんですよ、あんまり。生で食べるっていう、生で食べるタイプ。ニンニク入れたりするの？ニンニクは入れないですね。入れないと思う。入れないです。この自体は一体、この自体なっちゃんは秋葉原がラーメン激戦区なの知ってますか？そうなの？東京のラーメン一蘭ぐらいしか食べた時ないです。なんかすごいじゃないですか、あの一人でやったりとか、こう開けたり、あのあっちからこう開いたり、すごい楽しい楽しい。
替え玉した。替え玉してないです。もうお腹がいっぱいだったから。面白いよね。なんかそう、自分の世界みたいな感じです。すごい行ってみたいなって思って、帰りまで時間あった時に食べました。 Amazon プライムでラーメン大好き小泉さんのアニメ面白い。あ、なんかこれっていうか、テレビでなんかラーメンを食べるアニメあるんですよみたいなやってた。聞いたことある一人で行ったの。一人で行きました。その帰りの新幹線まで時間があったから 2,3 時間ぐらいそこにいました。その後杏仁豆腐食べて帰りました。メガネどうしたの？メガネはありますよ。ちょっと曇るから撮りました。メガネ外したらなんかより見えなくなるんですよ。メガネ何本持ってるの？2本。これ2台目っていうか2台目のメガネなので、1台目もあるけどなんかずれてる。って言った。2台目なんです。1台目はパワーパパのやつ。どう合ってる。視力どれくらい？0.1 と 0.05 とかそんな感じだった。まあ悪いんやな。悪いんですよ。ウィキに追加情報、ウィキペディア。エゴサとかする？エゴサはします。エゴサ結構するかもしれない。普段コンタクトでしょ？普段は普通に、普段何もしないです。
何もしないから見えない。だから日常的にメガネやらないといけないんですけど、メガネかけないといけないんですけど、かけるとあんまり極力かけたくないんです疲れるし。メガネかけると OL 感出るな。 OL 感出ますか。好きな芸人さんもいますか。なんだっけかな、最近は家族みんな錦鯉さんがにハマってます。こんにちは。そうです、こんにちはの方の錦鯉さんにハマ、最近ハマってるんですよ、家族みんな山形のご当地芸人さん、ご当地芸人さんというか、あの出身、山形県の出身の芸人さんは、あの宇土鈴木さんとか、あとなんだっけ、鉄腕の友の方とかですね青ジャージの人、そうです、鉄腕トムさんの青ジャージの方の方です。山形のご当地芸人さんは、あとすみます芸人さんとか、山形すみます芸人さん、最近テレビで
きなギャグある？好きなギャグ、山形でアンロケしたよね。あの早坂つむぎさんはですか見ました。30、11位になった。ありがとうございます。11位になった。やった。ランク10まで82009ポイントだって。頑張ろう。そういえばさっき、あの友達が来たじゃないですか。あの13位以内に入ってたらしいです。だから名前をさっき呼んだみたいです。友達まだ見てる？友達見てないんじゃないかな。そう、さっき乗ってたらみたいです。自分も頑張ります。頑張ってください。57分なのでランキング読みますね。13位モーモンさん、12位プッチーニさん、11位明日から隠れて応援します、10位夏木さん、9位ギャレスさん、8位秋葉町内会さん、7位レディオスさん、6位雪村さん、5位洋次郎さん、4位熊次郎さん、3位サッタンさん、2位ネコピさん、1位 RUI さんかな。
ありがとうございます。次は3時30分ですね。3時30分にまた次始めるので、ぜひ来てください。すごい、でも順位上がってすごい嬉しいです。一応ショールームのあの予定表、ライブ予定表みたいなのに書いたっていうかやったので、ぜひ来てください。すごい、10位になれてよかったです。間違った、11位になれてよかったです。ありがとうございます。あと1分。ランク10まであと72,812ポイントだって。最後にここに、次3時30分に。